こんにちは、みさこです。さて、本日はみさこさんの名字大発表。まずはツイッターや YouTube でこんな名前いいんじゃないかって言ってコメントをくださった皆さん、本当にありがとうございます。いやー、考えました。本当に皆さんの意見を参考にさせていただきました。いや、なんか自分で考えてたのも実は結構あったんですけど、それ以上に皆さんの方が面白かったということで発表しましょう。書きます。ちょっと待って、バランス間違った。では、いきます。じゃん。お分かりですか。みさみさこでーす。これでみさみさこです。意外にミサミサコさん多かったじゃないですか。コサミサコさんもいましたし、まあ、あの、個人的に岡島ミサコもちょっといいなとは思ったんですけど、これに決定した理由ちゃんとあります。最近ミサコさんって呼ばれることが本当に増えまして、プラス、ミサミサさんって呼ばれ続けるっていう状況もあるんですよ、私。なので、あの、私の、その、アイドル時代をね、知らない人からすると、ミサミサってデスノートのミサミサみたいなの言われるのすごい多くて、なんで、ミサミサコにすれば、なんでミサミサさん？あ、ミサミサコさんだからねってなるじゃない？っていうのも踏まえて、これにしました。で、漢字がポイントで、まあ、これミですね。サですね。ミですね。さですね。はい、これポイント。名字の差は糸編で、名前の差は、違う。名字の差は三水で、名前の差が糸編です。これ絶対間違う人出るから。でもなんか、それすら面白いなと思ってしまったわけですよ。あれ？ミサミサさんの差って三水でしたっけ？糸編でしたっけ？両方です。ってやつ。今日からミサミサコになります。なんで昔からのファンの方はミサミサとかミサミサさんとかもうそのまま呼んでください。で、お仕事関係の方もミサコさんとかミサさんって言うと何も変わらないの。これすごい嬉しい。なので、バンバン呼んでいただければと思います。で、この動画公開後にツイッターの方とかもう全部バーンって名前変えてやろうって思っておりますので、ぜひ皆さんそちらもチェックしてみてください。ミサって名字ってあんまり聞き馴染みがないですよね。で、一応調べたんですよ、ミサっていう名字があるかどうか。そしたら漢字は違うんですけど、ミサさんっていました。それも富山でした。これもね、決めた要因です。なので、私も富山のミサで行きたいと思います。司会するときか。こっちで司会するときはみんな一瞬混乱するのかな。本日の司会はミサです。よろしくお願いします。もう一個。本日はミサ子の名字大決定という動画でございました。
チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。今はですね、2020年の2月に行ったタイの旅行をですね、ちょいちょい編集してアップしておりますので、ぜひそちらも楽しみにしていてください。ということで、皆さんまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。